デストロイガンダムは条約に違反していない精錬なモビルスーツに対する反応集をお送りします。クソデカ図体にクソデカ火力とクソデカ防御力を兼ね備えているだけで別にユニウス条約違反とかはしていないやつ。違反してねえの？ユニウス条約の大体の内容、ミラージュコロイドを直接兵器利用しちゃダメ、ミラコロ使ってないのでセーフ。お互いのモビルスーツ保有数を制限するね。モビルスーツいっぱい作るのではなく1機を高性能化しているのでセーフ。ザフトもやってる。NJC は兵器に積んじゃダメだよ。核エンジン積んでないのでセーフ。連合はなんでここまで振り切っといてミラコロと核動力つけなかったの？デカ物にミラコロつけるメリットないしバッテリーで足りるなら核動力にする意味もそんなにないからな。核エンジン積んでるか積んでないかは特に明言ないぞ。今度出る HG デストロイで設定されるかはわからんけど少なくとも今に至るまでデストロイの動力源に関する設定はない。駆逐艦にも通路や生活スペースは必要だけどこいつはほぼいらんからな。全身ほぼ装甲と火器とバッテリーで埋まってるんだと思うわ。原子炉積めば稼働時間と火力もっと増やせるんやないのか。まあこんだけの図体バッテリーで動いてるとも思いにくいが。こいつは Q3 バカが使ってたガンダムと同じ TP 装甲を使ってるからめっちゃ電力を抑えられるんだ。ユニウス条約はオペレーションスピアオブトワイライト発動により連合とプラントが再度戦争を開始した時点で効力を失ってる。そもそも連合所属じゃありません。ロゴスのポケットマネーで作った私兵集団デイスとか昔ながら。宇宙戦艦ガーディールをミラージュコロイドステルス運用してる時点で連合から先に条約をぶっちぎってる。なのでデスティニーが NJC ハイパーデュートリオンエンジンとミラージュコロイド技術を利用した VL 光の翼といった二重条約違反を起こしていたところで、守るべき条約そのものが破棄されてるから問題はない。明確に連合プラント間で破棄したって設定はないんだけど、じゃあ守ってるかと言われたら第1話から完全にぶっちぎってる。そんなユニウス条約、何のための条約だよ。表立ってはヤバいものを作れなくなるから。ユニウス条約のモビルスーツ保有数だけは律儀に守ってはいるんだよな。どこも連合も本来ならダガーを大量に作っての物量で攻めようと考えていたところを条約でダメになったからウィンダムを作ることになったし。中野パイロットはいません。無人で動きます。あ、それは生体 CPU なので気にしないでください。主のバッテリー技術って普通にすごいよね。バッテリーもだけど超高効率のソーラーシステムが異常。それでも超ハイエンド機は核搭載だから核の技術もヤバい。現実のそれよりはるかに大出力ってことになる。毎年投射費大幅アップの新型大容量バッテリー出てくるの頭おかしい。スマホじゃないんだぞ。ユニウス条約に違反してなくても民間人を街ごと焼き尽くしちゃダメでしょ。人に攻撃を加えて負傷させたり建物や設備を壊せば民間人だと罪に問われるでしょ。もちろん軍人だってやっちゃいけないのだが、上司や国の責任者の命令であれば、指示した国が責任に問われるんよ。何にせよ大事なのは、敵と味方の区別。そして軍人と民間人の区別よ。デストロイ自体は合法でも、使い方がアウトなんだわ。消し去った後に敵兵が民間人に紛れてたって言い張ればもう満体。あのサイズだと分類上はモビルアーマーになったりしそうなものだけど、ガンダム OS で動いてるならガンダムって感じの扱いなんだろうか。サイズはあんまり関係ないかな。メビウスサイズがモビルアーマーの基本だったし。CE のモビルアーマーの定義は宇宙戦闘機の派生だからな。ついでに言うとサイズがモビルアーマーの定義となっている作品って存在しない。大体がヒート型プラスアルファ。核爆弾は禁止だけど劣化ウラン弾なら禁止じゃない。みたいな話？軍縮条約で戦艦の保有数を同じにしましょうね。って合意したけど、合意したのは艦の数であってトン数ではない、と強弁しつつ1隻が10倍の超巨大戦艦をいっぱい作ったよ。って感じ。条約でパイロットの強化人間を規制するべきだったんだよな。だけど、それを言ったら連合側は遺伝子操作を規制しろと言いたいだろうな。お高かったり、成功率が低いんだろうけど核動力のキラとアスランに、バッテリー機3人で張り合えるんだからすごい技術ではある。こんだけでかいんだからビグザムみたく複数のノーマルパイロットで動かせばいいのに。情報処理能力の問題じゃなくて、強化してないと物理的に体が耐えられないのかもしれない。もしかしてユニウス条約で機体保有数を制限したのもモビルスーツの技術開発競争が加速した原因の一つじゃね？数が制限されるから一機の性能を上げて一機当選にしようとする。
まあ実際、デストロイはでかくて大火力だから悪く見えるけど、本当に悪くてヤバいのは核動力で大火力だか機動な主役機たちの方だからな。デストロイもやった行為は悪いんだけどさ。デストロイは発見のしやすさや移動速度の問題あるからな。ミーティア装備モビルスーツのが移動速度とか考えるとヤバい。てかミーティアに翼つけたら大気圏内でも飛べそうだな。あれだけの水力があるなら現状でも飛ぶこと自体はできる。それができないなら宇宙でもフリーダムやジャスティスはミーティアを装備したら遅くなるってことになってしまうからな。推進機の向き的にモビルスーツ単体でできる空中静止はミーティアには難しそうだが、翼があった方が安定するのは違いないけどね。条約違反が見つかった時にペナルティ受けたシーンはあったっけ？いつも破ったもの勝ちなイメージ。あの世界抗議とかペナルティなんて言ってる間に滅ぼされそうだからこっちもやってやるぐらいじゃないと生きていけない気がする。現実でも同じだけど、休戦条約破りイコール海戦権を相手に与えるってのがペナルティなんで海戦する気満々だと条約破りって何も怖くない。現実だと、むしろ戦争再開したくて国際圧力で結ばれた停戦休戦を有利側が破ることが常態化してる。現実世界でも兄弟国の条約違反なんて制裁ないようなもんだぞ。罰を受けない強い国にとって、条約は相手の行動を制限し道徳的な立場を補強して民意を集める手段でしかないよ。条約破りは中長期的には関係国からの求心力低下を招くが、それぐらいしかデメリットはない。よほどの不要責でもない限りは適当な言い訳と強弁で忘れ去られる。そんなことより結果が大事。せせこましく条約の条項を守るより善悪利比の方がよっぽど大事。国際社会に警察はいないから。自分たちにとっての正義を貫いて各国の支持を集めるのが国際的な指導力だよ。試し見返せばわかるけどデストロイってデスティニーやストフリとかにパワー負けしてるからな。広範地帯の腹ビームや七四方はビームシールドを弾いて体勢を崩せるのに、デストロイはスーパースキュラをデスティニーに押し返されてたし、七四方を防いだ演者が揺らぎもしなかったのを見るに、威力自体よりもガードする側のタイミングとか体勢が重要なんじゃないかと思ってる。ガードした時の衝撃とか勢いは明らかにデストロイのが上で威力が低いとは考えづらいんだよな。技術的にはデストロイを核動力で小型化したのがサードステージだからな。精神崩壊しかけるほど強化した生体 CPU ですら火器完成だけで手一杯だから連合はデストロイを核動力化しても意味ない。デストロイ並みの火器完成と高機動戦闘を両立できるコーディネーター上位陣とムー父親クローンは化け物。連合軍の低技術じゃ大型化せざるを得なかったってだけ。ザフトやオーブの技術なら通常サイズのままこいつ並みの火力を持たせられる。これバッテリーで動いてるなら、国民の税金ほとんどこいつのバッテリー代に変えられてそうだな。セカンドステージの時点ですでに武装の威力は核動力のフリーダムを超えてるんだからデストロイは別に大したことしてないぞ。大型化して普通のモビルスーツ数機分のバッテリーを詰め込むだけで簡単にデストロイの出来上がり。